天動説のモデルラザフォードの原子模型をモチーフとしたアメリカ原子力委員会の気象生態ピラミッドのモデル自然科学におけるモデルは理論を説明するための簡単で具体的なもの。特に幾何学的な図形を用いた概念や物体。解釈とモデルはおおよそ1対1で対応する。ある解釈に対してそれを具体的に示すモデルがある。天文学では天動説及び地動説という理論があり、それを図形的に示したモデルがあった。ヨハネス・ケプラーは正多面体を用いた太陽系モデルを示した。原子構造理論では古典論を前提とした核の周りを回る電子というモデルがあった。このモデルはボーアの原子模型を経て量子力学を用いた現在のモデルとして完成された。定量的な解析のために数学を応用したモデルを数理モデルという。また、確率論、統計学を応用した統計モデルもある。これらは自然科学のみならず社会科学や人文科学でも用いられる。生物学、医学の研究では上記のようなモデルの他に生物を利用したモデルが用いられる。例えば実験動物を用いた疾病モデルなどがある。生物学では生命現象一般に関する研究のために単純で実験しやすい生物が用いられ、これらはモデル生物と呼ばれる。解釈、モデルは複数ある状態から一つへと収束することもあれば、逆に一つの解釈しかなかった状態から複数が並立する状態に移行することもある。モデルの盛衰には様々なパターンがある。例えば、元は学者も含めてほとんどすべての人々が地球中心説という考え方をしていたが、やがて太陽中心説が現れ、それぞれのモデルを支持する人がいる状態となったが、現代ではほとんどの人が太陽中心説を支持するという状況になっている。また、複数の解釈のどれもが正しいということもあり得る。例えば、電子はある面では粒子のような振る舞いをし、ある面では波のような振る舞いをすることが現在では知られている。モデルと近似はほぼ同義語として使われる場合がある。例、自由電子モデル自由電子近似応のは、モデルという言葉の使い方を次の相互排除的でない3つに大別した。現実のある側面の数理的本質を捉えることを目的としたもの。現実はモデルより込み入ったものとなる。比喩的に言えば、現実とモデルの対応は準動形あるいは縮約的になる。イジングモデル、原子の惑星モデル、ワインバーグ皿など、形のある側面のあらゆる記述を与えることで、実際の形の代わりになる数理的あるいは実体的な形。現象を観測した時に得られるデータを信号を見た時に、その信号を効率よく生み出せる信号源として、現象を整理するためのモデルである。信号のデータ圧縮を目指していると見ることができ、現象の理解を目指していないしその本質の数学的表現を追求するという意識も希薄となる。これも現実との対応は全体としては準動形的あるいは社営的である。発電所等プラントのプロセスモデル、インシラコの発生系、細胞生化学的系、シミュレーションなど、抽象的な概念をより具体的に表現したもの。上記二つが記述の道具であるのに対し、これは論証の道具としてのモデルであると言ってもよい。上記の二つと違い、現実とどう対応させるかという問題は存在しない。数理論理学ではしばしばこの意味で用いられる。双極幾何学のポアンカレー円盤モデル、チューリングマシンなど、自然科学以外の分野のモデルについては、モデルのページを参照のこと。ありがとうございます。